はい、こんばんは。じいちゃんはんです。かっちゃんです。参入しましたよ、今日は。俺喋んの？当たり前やん。誰でやりましょうよ。はい、ではね、今回ね、何やったっけ、むいくん。タラオ処刑場の写真一覧。うん、一覧。ね、今日はね、今日は僕がちょっと解説しながら行きたいと思ってます。最初の頃はね、うっすらとオーブは映ってるんですけど、ここら辺はもうね、僕らが来るなっていう、僕に警戒してるあたりの写真なんですね。真ん中にちょこちょことオーブが映っているんですけどね。4枚目はね、ほとんど映ってない。これはまあ、普通の景色だと思ってくれればいいです。暗いけど。暗いよ。真っ暗。全然ダメ。でね、こっからね、だんだんとね、空気が変わったんですよ。撮ってる間にずっと。まあ、警戒はされてるのは当然なんですけどね。これね、ちょこちょこと青いオーブが上の方についてるし。まあ、こっからですね、問題が。僕が思うには、ね、こうやって間が空くでしょ。そう、さあ、ここでね、真ん中にオーブが一人ってあるんですけど、これがずっと僕らがいる間、おるオーブなんです。あ、ずっとついてきてたオーブか。そう、これずっとおるんだよね。真ん中にもポツンとあるんだよね、これがね。指さしてもわかんねえから。わかんねえもんな。これわかってもらいたいな。これね、こっからがね、ほら、これでもうまた下にいるんだよね、同じオーブがこれ。ずっといるんだよ。そう、これがね、鬱陶しいのよ。これが、後半になると面白いことね。これがね。これ後半出した後にあげるから、あれよ。全部そのネタバラシで喋って。これ、ムイ君のあれですよ。後ろ姿。見にくいなぁ。やかましい。ほら、これがもう完全に、もう、警告。もうこれ以上は近寄るなっていうぐらいの光なんですね。これが、このオーブが。え、青っていい子じゃないの？協力的じゃないの？これ青じゃないのよ。で、ここにうっすらと煙があって、右側に同じ、また同じオーブが映ってるっていうね。ここはね、本当にね、立ち入っちゃいけないっていう、もう完全にアウトっていう世界に入ってるんですね、僕らが今。オーブがね、ポンポンポンってお星様のように綺麗に映ってるんですけどね、星じゃないんだよな。これはもう左上にちょぽつんってあるぐらいに見えるかな、みんなに。画質やとわからんかな。そう、これも真ん中にね、ちゃんとあるんです。白線の左上にぐらいにね、ポツンと一個あるんだけど、これがもうずーっと僕らのそばにおる。これが怖いんだな、最後。これは僕の息です。はい、これは僕の息だから心配しなくていいです。これサイズのもの映ったらもうやばいでしょ。やばいね、もう、帰る僕らはもうほんと、ほらね、またね、真ん中にポツンとこれ。これ同じオーブです。これも完全僕らを警戒してる。僕らを、来させないように一生懸命してるんですけど、僕バカだから行っちゃいます。とことんと。俺がとことん行こうとしたあれでしょ。そう、そもそもの原因は。僕はもう怖くてさ、足進まなかったんだけど、もう一個行っちゃうんだよなぁ。ね、これね、僕ね、反射鏡だと思ったぐらいね、すげえなぁと思ったんですけど、これも絶対やばいんです。ここがもう、これほんとやばいんですよ、もう。さっきのオーブが怒りとして大きくなるというね。ああ、そういうやつなんだ。皆さんも覚えといた方がいいです。青と同じやつなんだ、じゃあ。そう、さっきのやつの、もう、これでもう怒りですね、僕らに対する。ね。だから、こっからはね、もうまたずっと同じオーブが、ポツン、ポツンと。これ、同じオーブなんです、皆さん。すごいね。一枚一枚の感覚よ。見入っちゃうね、俺。黙っちゃうね。普通の視聴者さんになっちゃうさ、俺。俺も、へえ、ふうしか言ってないけど。これはすごいわ。ああ、こっからはもう、あれだね。本当に、消すね、姿を。ここはね、ほんと、あまり遊び半分で行かない方がいいと思いますね、ここはもう。これもまた息。これも息なんです。僕、苦しいんです。でも周りね、いっぱいあるんです、これ。この、右下はこれ、息じゃないから。これ、星じゃないし、反射鏡でもないんですよ、これ。これはね、もう僕らがだんだん立ち寄ってくるもんだから、他から集まってきたオーブなんですよ。あ、向こうが増援呼び始めた。そうですね、もう、こいつらバカだから来るなっていう、もう、警告無視するから、警告無視するからね、僕。だからね、これね、ほんとやばいよ。と思って、僕ら進んでます、ここら辺。僕は、あんまりほんと、これ以上行きたくないっていうのが心境、もう本当に思ってたんだけど、ムイ君が行くんだよね、ここ。これね、結構ね、真ん中にもポツンとあるんですよ、これ。どうしてもここが気になったのよ。上もあるんですよね、これ。ポンポンって2、3体あるんだよね。ここも本当写真で写らないんだけど、左の、真ん中ぐらいに、もうオーブじゃないんですよね。これはもう人間の気配っていうやつだよね。これまた同じようなオーブ。これが完全に僕らをもう警戒してるやつがずっと同じように道と同じ距離がほぼ変わらない。離れとる距離が。
、これ撮ってる時はさ、もう撮った瞬間気づいてるの、あなたは。撮る前から気づいて、そっちに合わせるの、焦点を。そう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 。僕も警戒していかないと怖いからさ、こっからがもう僕ね、本当にね、足が進みたくなかった場所、こっからが。うん。処刑場のエリアに入ったあたりだね。エリアあたりなんだよ、ここ。ここはね、ここね、川でね、取れるかなと思ったんだけどね、川ぐらい取れるかなと思ったけど、取れなかったからね、なんで取れなかったかは僕も本当に不思議でした。で、ここからはね、なんちゅうのかな、もうガサガサじゃない、パチパチっていう音でもないんだよね。怖い、怖い音しかしなかった。こっからがね、こっからぐらいかな、僕が耳の中から声が聞こえ始めたの。頭の中からずーっと嫌な声がね、ずーっと入ってきた場所なんですよね、ここ。なんていう感じの声が聞こえたのかも解説してくれると。うん、もうね、立ち寄るな、もうこっからもう入るなっていう言い方。もう完全に。お前が来るとこじゃないっていう。僕が来る場所じゃないけど、もいくんが行くから僕ついてくだけなのにさ、分かってほしいのはね、そこなんだよな。こっからね、もうね、完全にね、もいくんはもう、どっぷりと入っちゃってるんですよね。もう、アウトなライン。アウトラインですよね。だからここね、ほらね、完全にこれ、もう見えるようにこれ木じゃないんですよ。煙なんですよ。もうこれムイ君を完全に警戒し、もう襲おうという感覚なんだよね。ろくでもねえな、助けてよ。ここで僕も一生懸命結界っていうかもう映らないようにはするんだけど、僕も進みたくない場所だから、ムイ君を先に行かせるという。うん、まあステイシ、じゃあステイシか。人柱になりつつあるんだけど。そうそうそう、最近ね。それを楽しんでる僕もいるんだけど、これね、もう完全に、うん、アウトな場所なんだよな。初見で来る場所じゃなかった。ズボンの色も変わっとるもんね、黒と青で。笑えるね。こっからはね、もうほんと奥に、最初に2体いるんですよ、ここの入り口に。そう。こっちね、山行きたかったの。こっからはね、もう、完全に、もうちょっとね、いい写真、カメラだったら、完全に、煙か、何かが映ってるはずなんだよ。おー、うん。一応僕ら礼儀を正しく、ここでね、もう本当にお邪魔しますっていう敬意を見せて入ってみたんだけど、お邪魔しますも何ももう帰れって言われてるんでしょ。そうそう。お邪魔しますじゃなくない。いや、入っちゃいけないのは分かってたけど、こうもうずーっと頭の中でもう本当にひどい。頭痛がするぐらい声が聞こえる。ここも気になったんだけど、映らなかったんだよね、ここではもう。あ、うん、奥の薄うっすらとこ、ここはね、もう完全ムイ君が、もう完全に入っちゃってるんだよな。ここは本当に皆さん気をつけた方がいいです。こっからですね。うん。わかる人はわかるんかな、こういうなんか。ここにね、本当にこっからがもう1体、2体って増えていくんですよ。お化けのか、霊気の数が。で、これなぜ映すかっていうと、ここのそばにいたっていう、ちょっとシャッターの押すタイミングが悪かっただけなんです、僕の。そう。これもね、よう、僕ね、ここね、ムイ君から2メーター、2メーターぐらい離れてたんかな。まあ、写真見る限りだいぶ距離ありますな、うん。ここはね、本当に入りたくないから、一生懸命、ごまかして、後ろ撮ってるんです、これ。うん。怖いのよ、ここ。本当皆さんもね、行くときは、ちょっとね、これね、みんなオーブ完全見えるの。これが僕が今まで人として見えてたオーブが1体2体と出てきたんですね、ここからが。うん、で、ここにね、人が座ってたんですよ。女性、男性？女性の人が座って、これは後から出てくる女性なんですけど、これはもうぜひお楽しみにしてくれれば。うん、ここね、お墓があったんだけど、もう僕はこれ以上進むことがまずできなかったもんで、ここで僕は控えた。もうこれ以上行くともう僕自分の力では何とも言えない、何ともできないっていう恐怖心だけ。もうこの辺であったらもう本当に来るな。なぜ来る？襲うぞと。このもう一人の男、まあムイ君を襲うぞという。乗り移るぞっていう言わんばかりな声が聞こえてたから僕はあえて入らなかったんだけどね。うん、そしてここにね、これね、うっすらと見えるけど、これみんな白い影なんですよ。雲なんですよ。ポンポンポンが。画質の悪さじゃないんだよね、皆さん。あ、やっぱりか。なんか、そう。なんか曇った写真になったなと。同じ写真だけど、消えて晴れてっていうね。ここはね、当たり前のような。まあ、そんなもんだけどね、普通の心霊になると。うん、これはね、初めてなんですよ。こんなとこでもきちんと写真が撮れるっていうのは。確かに。
いつもやったらこんな風に、ダムみたいに映らないから。ここはもう僕も本当にめちゃくちゃ、ちょっとレベル上げて映してたから、ちょっと、映らないのはわかる、わかる。こっからはね、もう本当怖いぐらいの声だけ。早く逃げ出したいっていう。動画ではね、ムイ君を捨てたんですよ。こらこれね、また同じ。これがもうずっと。これが最後に出てくる恐怖体験。ムイ君が恐怖体験を。これね、真ん中にもちゃんとあるように、うっすらと。これも同じ。あ、ずっと最初から来たオーブだね。女性のオーブがずっと来るっていう。女性がずっとなんかついてきてるの。そう。そうで、道路の下、このね、一番明るいやつ。これがもう厄介ですね、僕には。除霊できない、できないって言ってたの？そう、除霊できない。そう、除霊ができないの。恋の人だけができなかった。これだけはもうずっと声でね、叫ぶのよ、僕に。あ、これだ。これはもう完全息じゃないんですよ、僕らの。ほんでね、これ真ん中に顔があって、これ逆さまから見るとまた一つ恐怖の怖い顔が映ってるから、皆さんもちょっと確かめてください。で、これは僕見えた瞬間、誤って、このオーブとして変形をしたということだよね。すいません、もう二度と来ませんっていうのがここら辺から始まる。もうね、早く逃げ出したい、早く遠行きたいっていう。だけど、山の登り、これもね、完全同じオーブなんですよね。で、奥におるのが、またずっと、木の、お墓のとこにおったオーブが上に映ってますからね、これ、同じオーブなんですよ。こっからはね、もう完全にもう帰るっていう気配で大丈夫だっていう場所だね。大丈夫だ。ああ、そうか、でも最後のか。そう。最後はね、これね、もう完全に OK。僕らはまあ許されたっていうこともないんやけどね、また行きたいんですよ、僕。すっげえ行きたいんですよ、ここ。まあ、次回はまた来るのかわかんないけど。何か気づいたら、もう気づいたらとことんコメントください。